なんだ、急がないと雑新旧への、そうなの、早く早く早く、スイッチ関係ないじゃん。じゃあ、スイッチ関係はあるのか、スイッチが自動で戻ってしまう、そういうことか。なんか言え、もういいから言え、登れ早く。何やってんのこいつら、ちんたらするの、早く行け。何を立ち尽くしてんのこいつら。よし、行け行け行け、ゴー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 。階段の幅と歩幅が合ってない。もう前途多難ってこういうことなんだろう。さあ、ついにラスボスの顔が、これがラスボス。ジェーンよ、すべて見ていたぞ、お前の軽率な行動。ジェーンどこ。うわー、何あれ、ワルキューレで連れ去られた後のゴリアテのデストニア侵略を邪魔し、その後幾度も奴らを助け、レモテスト進行を成功させた罪は重い。もう死罪だろ普通に。J の持つ正と負の両方の力があの子に危険な行動。J の極めて得意な体質、正と負の劣勢同士の結びつきながら変異による強大化する、いい妙だな、ちょっとよくわからんな。強えんだな、さては本来の力はすげえ強えんだ。じゃあ自由に育ったことに雨よって、イノベーター遠征軍指揮官に惚れたか。あ、佐々木に惚れてる。負の亜空間に閉じ込められた。あれ、負の亜空間に誰か閉じ込められたことあったっけ。こんな魔法あったっけ、なんかあった気がする。あれか、あれか、あの翼くんの時かな。なるほど。なんか、なんだこの会話。ジェーン助けれるか、もしかして。ガルムか。ガルムとこいつは親戚なのか。我らの作戦行動中に目前に現れ、無関心を装いながらその実、バサンダとデセールンを妨害しました。確かに。てかデスヘレンもしぶといな、3回ぐらい死んでるよなこいつ。来た、来たのか。あの光こそせん、あ、千年戦争の決着をつけるため。生の力を強化したか。デストニアでの借りは返してみせよ。できるかな、ゴリアテ君に。佐々木さえ倒せばジェーンの迷いが消える。あ、なるほどね。新しい4歳になるってか。え、ちょっと待って、どこに来た。あ、登ってきた。いいね、これがブルザム邪教。周り中に溢れるほど、周り中に溢れるほど負の力が、そしてその中でも巨大な力が、あの奥に。登ってきてから言え、上から唾落とされると。早く登ってこい。お、ジェーンに気づいた。さては、あの子はあんな目に、絶対私はしない。よくぞ我がしもべたちの守備を破り、我が宮殿にやってきたのでしょう。千年前の勝負の決着をつけに来たか。あなたが呼んだのですね。すごい。普通に喋ってる。なんだお前みたいな感じになんないんだ。どこ見てんだ、階段の下を見てるけど。そこに敵はいないぞ。そうなのか。あれ、デセーレンはちょっと動いてんのか。戦いでしか解決はつきませんか。おい、行こう。長かったマジでこの戦い。もう本当に、本当の意味で長かった。俺何年このゲームやってんだろうなっていうぐらい。行こうぜ。デセレン。念だ。かねてより、え？約束通りだ。念だってなんだ。
我々の面でブルザム様への奴らの攻撃を半減させるんだ。あー、だからこの3人を倒さないとブルザムにはダメージを与えれない的なことかな。なるほど。はいはい。いや、最初からそのつもりだけどな。かいくぐってブルザムだけ倒そうなんて思ってないよ。うん、 OK、 任しとけ。さあ行こう。 なんと不自然なところから始まるんだこれ。まあ、自然と言ったら自然か。あ、これなんか、えん、チェーン、うん、J に攻撃できる？いや、わからん。ちょっと行ってみるか。まあ、とりあえず行ってみよう。デスヘレンから倒そう。デスヘレン、ゴリアテ、そして、あと誰だあいつ。フィアールか。の順番に倒そう。え、なんか普通に雑魚みたいな感じで動いてくるんだけど。大丈夫これ。いや、行こう。行くしかねえ、俺ら。回復役はもう一人しかいねえんだ。行くっきゃねえ、行くっきゃねえ。やるっきゃねえよ。あー、なんかいる。嘘でしょ。うわー、一体ずつなんかめんどいのがいる。うわ、後ろにもいた今。あ、いないよね。こりゃ面倒だな。あいつ強えんだ、俺知ってんだ。あいつ強えこと。雑魚キャラの中で多分一番強い。だから雑魚じゃないよな、もうその時点。もう今すでにダウトが。おー、こうやっていけんの。ちょっと、ここら辺で吸ってみるか。あれ？話せる？翼くんで話してみるか。翼くんで話すんじゃない、ダメか。どうすればいいかな。フェニックス、だいたい60ぐらいか。70かな。70ダメージだから、2回は耐えれない。ああ、60で食う。60で耐えてくる。えらい。しかしあの位置だと回復できないから、ちょっと戻してあげないとダメか。翼くんは回復、なんとかできないかこれ。いや、なんかできそうだぞ。なんかできそうだけどな。デスヘレン、まあいいか。わからん。とりあえず倒そう。何もできないなら何もできないでいい。とにかく倒そう。やめろ。アグデモやめるんだ。ちょっと待って、これこっから攻撃できんじゃない？あ、できねえ。こっからもできねえか、さすが。一瞬考えたけど甘かった。おー、いいね。今回スピリテッドとジェネラル、ダブルジェネラルシステムが活動できる。バサンダ狙いが、いや、アグデモンが厄介だ。行ってみますか。どんぐらい食らわせる？強っ。あのアークデモンに。あー、それ以上攻めてこないのかい。それは厄介ね。とりあえず少し倒そう。厄介なやつからしっかり倒す。シャレにならんからな、こいつの声で。そしてできるだけ塊になりながら戦っていきたいんだけど、お、いいじゃん。いいね。もう一発フェニックス打たせるか、ドラゴンで。うわ、全速前進だなあいつ。なんかやってみたいな。シャイニングか。シャイニングで止めれるか。そういう感じだったっけ。ちょっと全然覚えてない。ほらよ、おい、デスエレン、こんにちは。カウンター、何、うわー、やる。ペンドルフに20のダメージ。
シャレならんなこいつら。30ずつ分け与えるか。なんだこれ、なにこれ、なにこれ、エロ。いやこれ何、うわっ、プロセルピナ、引くぐらい減ったんだけど。やべえやべえやべえ、マジでやべえマジでやべえ、それはこれ、それはダメだ、そんなんダメだ、そんなの、そんなのダメよ。ちょっとこいつ殺そう、マジでやばい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 、一気に殺さなきゃいけなくなっちゃった。じゃあどうする、これ、なんでこの後ろの女の子、ジェーンよ、ジェーンはどうすればいいんだ。あーよかった、これなら死なない。あ、スパークならわかんない、20ぐらいにして、くー、危ねー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 、マジで危ねー。ね、これ回復してあげなきゃダメよ。いや違うな違うな、ここだ、ほら回復してあげなきゃダメなんだけど、よしよし、フィアルに攻撃だ、オーケーオーケーオーケー。いやもうこいつは殺さなきゃ、急いで殺せ。ブルザンは何もしてくるなよ、マジで本当に迷惑千万だ本当に。デゼレンを倒そう、まずデゼレンを倒す。スパークなら何回食らってもいい、闇ガラス、よーし、いいね。幻に包んで何か効果はあるのかこれ。さあペンドルフ、次カウンターでも死んじゃうんだよな。いやここに来て、あーきついな。ちょっと待てよ、なんかやってみよう、なんかできるかもしれない。まずシャイニングは相手がいない、あ待機しちゃった、まあいいや、好きにしてくれ好きにしてくれ。ブラックドラゴン、ここから、いやこそっから攻撃できないよさすがに。ブラックドラゴン、ブラックドラゴン、いやもうここ立たせるしかない。でペンドルフに無茶かもしれないけど移動させて、あーダメだこれ、いやーでもダメか、いやダメなことない、ここで回復させる。いやこれ意外にいいと思う、これ全然悪くないと思う、大丈夫大丈夫、 OKOK、 ゴリアと動かない、ペンドルフか、いやーいやでも結局これはあれよ、どこにいたってプロミネンスなんとかみたいなやつで、プロドルなんとかみたいなやつで死んでたんだよ、あいつは殺してきたんだ、だから下げなきゃいけなかったんだ、まあいいんだよもうそんなこと、終わったことをぐちぐち言ったってしょうがないだろ、クソだ。ペンドルフの敵、いやー佐々木君は2人も失ってしまった、いやしかももう本当にエースを1人失ったな、こりゃ痛いな、こりゃ痛い、いやでも仕方ね、だってシャイニングは使えないしさ、もう次はもうあれだ、魔法がなんか使えなそうだったら栄光の、え、なんだっけ、恵みの雨使おう。シャイニングで一気に MP なくすっていうのがちょっとあまりにも傍若というかさ、もしかしたらそのブルザムに対して一回シャイニング当てなきゃいけないとか、何が起こるか分かんないんだよ、何を求められるか分かんなすぎてちょっと怖くてできないわ。スパークレベル3、ワルキューレだってシャイニング当てて動き止めるタイプだったしな。
とりあえずだ、とりあえず、ね、これアーグデモン倒さなきゃダメ。オーケー、ナイス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 。フィアールを倒そう。あ、マシェル。ただフィアールよりも全然火力的にアホだのが後ろにいるから、こいつ倒、こいつやっぱり最初に倒さないとダメだよ。こいつの火力アホだから、あと一発これで、うー、必殺技が出ればあと一発。ブルザマ何もしてこない。さあ出るか、さあ10兵に倒せるか。正宗を持たせて瞬殺出れば勝てる。きた、デスエレンがミート君のようになった。さよならデスエレン。このデスエレンまたも入りました。ごめんよジュン、ジェーン。あ、お姉さんだったんだ。やばい、え、え、え、これ絶対仲間になんねえだろ。これもうシャイニングは、シャイニング決まんないんだっけ。シャイニングあれだ、仲間に、オーラなんか絶対ありえないしな。インフェルノ、いや無理だよな。祝福、祝福、あ、いける。いや怪しい。祝福レベル1ですか。あ、やばいやばい、音消した。いやー、いやここケチって、いやレベル1だからちょっとしかできないとかなんかなんかあったりする。うー、マジかー、祝福できる。なるほど、祝福かー、やってみっかー、やってみっかー。いや、そりゃそうだよ。そりゃそうだわ。これ何なのこれ。まだ私の力だけはコンバリアは破れない。どういうこと？あっ！え？破ったのか？あ、ジェーンの聖なる光の力があったから。見殺しに。いやでも殺したのは俺たちだけど、というか十兵衛です、というか十兵衛です。やったのは、もうあんなに、あんなにしてほしいと思わなかった。俺はあそこまでするとは思わなかったわ。あんな指示を出した覚えはない。両方の力を極限まで使ったら私自身に破滅するかもしれない。姉様の仇だけは私が。あらー、仲間になりました、もしかして。あら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 、こりゃ素晴らしいじゃない。でしかもオーラ使えるし、オーラ使えるということはだよ、ここら辺に固まってさ、みんなでうろうろしとけよ。オーラ使ってくれんじゃない。ほら、どうだ。お、いいね。直接ぶん殴る、まっすぐ行ってぶん殴る、右ストレートでぶん殴る。ツインウェーブ、おいおい、減る。フィアールのターンにするな。こいつを殺せ。前回の戦いで活躍できなかったスピリテッドとプロフォンドが、この躍進、仲間の死をさ、ねえ、見捨てるようなやつらじゃないのよ俺たち。お、来た。あ、違った、回復してくれないんだ。
すごい、これ倒しちゃったんじゃないこれ。いや倒せないんかい。じゃあ、これも MP 吸い取っちゃおうか。よし、 MP をくれ。それ魔力充填。ほらよ、33も奪い取った。むちゃくちゃしたな、マジ。よーし、肩がついたぞ。いいね。一度全員回復してそれから行くか。ガハ、一度は破れたフィアール。だがこのフィアールが破れようとブルザン様は、ブルザン様は永遠なり。かわいそうになる。かわいそうだがお前の限界だ。それこれどうやって行くのこれ上に。あー、こっちから行けって。なかなかにくいね、この回り込ませる感じ。どんな攻撃してくんのかな。ちょっと待って、この人どんな攻撃してくんのこれ。うわー、何にもね。出た、カオスドラゴン的なやつだ。よくわかんねえ攻撃してくるタイプだな。一番厄介。よしよし、ダブルジェネラルシステムでいくぞ今回も。説明はしない。おい、オーラ使ってくれ。俺たちの代わりに、俺たちのためにオーラを使ってくれ。やっぱ恨んでんだろうな。やっぱ恨んでんだろうな。しょうがねえよ、この遺恨は一生消えないかも。しかし俺たちは正義のために戦うぞ。前しか見ない、それが俺たち捧げるんだ。ええ、この上、もう前を向きすぎて上を向いてる。ケイト、どうだ、いけ。ちょっとお前 何してくんだっけ。刀身乱火みたいな、なんか変な技使ってくるな。合力トップ、なんだこれ。ああ、これいいのかこれ。いって死ぬんじゃね、サイくん。ちょっとやめとこうぜ。あ、嫌な予感しかしねえもんな、これ。メタルバスターのハラルドは、エクスプロード。いいね、戦争だ、戦争。戦争だ、戦争だ。おお、何もしてこない。じゃあ、恵みなめ使っちまうか。恵みなめ使っちゃおう。よし、全員全回復。何？全員全回復だ。これで全員全回復しておいて、そんでまあ安全だと思うので、ゴリアテをまあ壇上に登ってボコボコにすると。沖縄の成人式みたいな。うーん、届かない、届かないけど、そういう時のための本気の下着が今ちらついてしまった。銃ぶ捨てろ、それ。本気の下着、マジで。本当に。頼むから捨ててくれ。頼むから。銃ぶ頼む。それを持ってる限り、ヘイトを買い続けることになる気がするから。頼む。女性キャラ全員からのヘイトも買うし、もうなんだかわかんない。なんだかわかんなくなっちゃうから。捨ててくれ、早く。ほらよ。これは片身ですみたいな感じで J に渡したら多分殺されるぞ。本当に本当に性の力ってそういう意味だったのみたいな感じで殺されるからな。ほら、ちょっと俺も何言ってるかわからん。最終回だぞこれ。何年も続けてきた何年も続けてきたシリーズの最終回で俺は何を言ってるんだ一体。おい J、 怒るなよ。でもやるならもう本当に一思いに一撃で10秒をほふってくれ。攻撃トップ、うーん、すごいダメージ。うーん、攻撃のトップだな、間違いなく。いや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 、なかなか強い、なかなか強いが、しかしその程度かなっていう感じだな。おい、あと2撃。登れ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 、倒せるか。
あと一発、あと一発。誰だ、誰が倒す。出たー、メタルバスター。なんか言え。うわ、さすが、さすがメタルバスター、見せるね。あ、まず、どうにやってんの。なんて、ジャンマンムシピーみたいなことだけど、うわ、負の先行、全然減らねえ、全然減らねえぞこれ。なんじゃこれ、何これ、これ何これ、本当に。あー、召喚系か、もしかして。よし、一発殴ったことや。エアファング、ダメか。まあ一回ね、試してみないとこうなるのねっていうの、やっとかないとさ、わからないじゃない。あ、10秒決めちゃおうか。いいね、10秒これちゃんとね、うん、下着捨てろよ、あと捨てろよ、ちゃんと下着。 OK、 ナイス10秒。さようならゴリアテ。殺したやつの下着を集める趣味があるな、こいつ。さては、力を強化されたこのゴリアテ、一度は敗れた佐々木軍なれど、この復讐、なんで衆かけなかった戦こそと勝利を期していた。だがダメか、やはり勝てぬか。ブルザム教が総力を結集してでさえ生の力に屈するのか。男だな、言い訳しないな。わざわざ説明ありがとう。終わりだお前は。今こそブルザムを倒す。神聖ヒュードルは神にも等しい存在だ。その私に逆らった愚かさを今こそお話しさせよ。おお、ブルザムの体が巨大化していくぞ。はー、単純な巨大化なら全然。おい、ちょっと大丈夫か、ケプロプス、ケプロプスが、ケクロプスが心配なんだが、燃えてない？燃えてるよな、これ。おー、これがすげー、もう敵ボスって感じしてきた。わあ、これ3人並んで攻撃できるわけね。じゃあまあ当然ながらダブルジェネラルシステム、そして真ん中に佐々木くんっていう感じにしよう。おい、やめんか。よし、マッドライダー倒しに行ってこい。ダブルジェネラルシステム発動、ゴールドラッシュ。いやん、今ダメージ入ったか、今ダメージ入った、入ってない、もしかして。やべ、ちゃんと見てねえや。なんて、おいぼろ、さっきまで喋ってたじゃん普通に、突然喋れなくなるなこいつ。おいぼろ、ちょっとこれはダメージどんぐらい入る、引くのあろう、52、あ、入ってる、全然入ってるわ。よし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 、経験値が1ポイントってことか。情けないだろそれは、さすがに。まあ俺が言うことじゃないな、俺がなんとやかく言ってしょうがないんだ。 OK、 スパーク打ちまくろう、スパーク打つぜ、ほら。さあ、タロスより強いんかお前、それだけだわ俺が気になるの。お前タロスより強いんか。おい、どこに撃つのこれ。おお、危険だなこれ。負の先行、これのダメージによっていろいろ算出されるものがある。これやっぱ召喚系だな、人数多くダメージを受けることができれば軽減できる。ということはだ、もう負けようがないぞ、これもう負けようがないよな。ちょ、ケクロプス下がってくれ、次。よし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 、ち
ちょっとちなみになんだけど、もう一人ぐらい持ってなかったっけ、めぐみの雨。あ、いた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 、ハラルドだ。ハラルドが持ってるわ。ハラルドここで戦うことになっちゃうか。じゃあオーラ一回使っちゃっていいかもな。オーラレベル4を一発使って、おおすごいね、めっちゃ打つ。闇ガラスだかなんだかってこれ見るとさ、おお、しかも幻覚キック食らうんだけど、シャイニング一発打ちたいんだよ俺。どうしてもシャイニング打ちたいんだよ。打っていいか、オーラ一回やってからかな。オーラ一回やってからシャイニング打つわ。どうしてもシャイニングが打ちたい。やっぱりシャイニング打たないと。シャイニングフォースなんだからね、そりゃそうよ。なんか結局ここでなんかタイトル回収できずに普通にただ暴力で勝つっていうのはちょっと違う気がするんだ。まあ結局そのシャイニングでも倒せないんだけど、倒せるとは思えないんだけどね。ほらー、右からスピリテッド、よし。これはこっちに立たせとくか、一応少しでも範囲攻撃の中に。いいで、うぇー、強い、マジで強い、タルク。さあ、ダブルジェネラルシステム。プロフォンド。おぉ、プロフォンドの、素晴らしい。素晴らしすぎないか、これ。これは？お！お、いける！ここに来てブラックドラゴン。活躍、まだ活躍の時があった。スピーテッド狙い。いやーガードしたんだけど、 HP30 回復伝えな。インフェルノすごい、回復した体力をしっかり奪いに行った。いい、いや全然本当にちょうどしか奪ってないけど、プラマイプラマイプラス4でもいい、でも全然いいぞ。さあケイトも攻撃、いいね、いい、かなりいいぞ。佐々木に早く攻めてってほしいな。いやだからこれもうアタックとか使ったらいいんじゃない。アタックアタックアタック、ここかな、ここがベストかな。アタックで攻撃力を上げてあげるのが多分最善。いいね、よし倒しに行こう。何がデーモンナイトだこの野郎。ほらいいね、これがケクロプスよ。いった、よーし完璧、フォーセッチ。いや、つー、よえぇ !141! もう頭いかれてる、おかしい。火力が高すぎる。いいねぇ。お、負の先行。撃つとこまちまちだな。あ、違うわ、デーモンブレス。始まったわ、これ。これ汚ねえわ、この技が一番。これ誰が使ってきたんだっけこの技。すげえ懐かしくない、なんかあれめっちゃ懐かしいこの技、デーモンブレス。なんだろう、涙が出てくる、懐かしくて涙が出てくるんだ。いやもうどうする、オーラ、いやーもうダメだ、無理だ、俺にはできない、俺にはもうシャイニングを打つほかない、打てこの状況でシャイニングを我慢することができない、死ね。一応女神の涙があらず87やったぜ。一応シャイニングのシャイニングは出した、もうやることはやったわ。10ベはまあとりあえずチクチク打ってもらって、10ベと交代だな。
10秒の火力がもったいない。うわうわ強え。よし、とりあえずこのジェネラルシステムでガンガン押していくぞ。うえい、行くぜ行くぜ。うえい、いいね。やっぱアタック相当効果でかいな。うん、そうだな、ケクロプスに任せときゃいいぞ。うい、強い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 。みんなでガンガン行った方がいい、これは。で、ドラゴンにデーモナイトたたってもらおう。テイルズボン、いいね。ブラックドラゴン大活躍。佐々木をさらに狙う。こいつ2回行動か、もしかして。なんか結構ターン多いよな。あ、ダメ、そこはちょっと違うんだって。じゃあ君のための場所じゃないんだそこ。まあわかんないよな、まあわかんないよな。仕方ない仕方ない、逃がさない。ほらよ、で、じゃあアタックをここにかけてあげればいいか。そうだな、よしよし、オッケーオッケー、いいじゃないいいじゃない。あ、何やってんの。あー、ずれてんだそこ。しまった、こっちから見たら気づけなかった。ヒートバーナー、おー、懐かしの往年の名作ヒートバー、111、やば、ヒートバーナーで111出せんね。よーし、いけいけ、ファイヤー33。お、ここでもメタルバスターだ。メタルバスターのハラルドを狙ってくるんだ。これブラックドラゴンには見向きもせず、そんなもんかね。オインボロ、どういうことなんだろう。おお、わざわざ正面立ってくれた。そうするとスピアの利点がないんじゃないかと思うんだけど、まあ俺が気にすることでもないのか。後ろに立とうか。そうだ、ここに立とう。闇ガラス42、いいね。で、グラシアがちょっと今もういらないのか。グラシアいらないから下げよう。ダブルブロー、いいねー、倒してくれると思ってた、信じてたわ。で、後ろで後でちょっと回復しよう、 MP を。なんか MP 回復する何か持ってたはず。よーし、攻撃力が上がった。スピリテッドの一撃、クロスブレイク62、いいね、入るようになってきた。さあ、攻撃力の上がったマッドライダー、ほい、普通の攻撃で44、いいよ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 、みんないいよ、かなりいいよ、いいね、強い強い、かなり強い。ここら辺止めとくか。ここら辺立っとけばいいんだっけ。どっから出てきたあいつ、さっきのやつ。うん、佐々木のガード幻、あー、そっちあった、まあいいか。ちょっとそこも用がないんだったらのいてほしいんだけど、まあ、そうそういう頭にはなんないんだろうな。用がないから欲みたいなことは損できないと思う。無茶を言ってるわ俺は。ほら、いけいけ、ディメンジョン134、ちょっと強っ。アタックの効果が切れました、これはまずい。さあ、ケクロプスも、ちょっと体力まずくなってきたか。
こりゃちょっと次のターン、ハラルドやらないといけないかもね。回復薬をまかないといけないかも。恵みの雨タイムかもしれない。雷の陣、強い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 、いいよジュベ。あー、ここでブリジット狙う、逆にありがたい。ケクロプスの体力が心配だったから。デーモンブリッジなんて言ってんだマジで。さっきまで喋ってたじゃねえかお前。その形態になってしまったらもう人の言葉は喋れないってこと。危ねえ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 。ちょっと待って、これマジハラルドのターン来ないかもしれない。まずいね。ちょっとなんかこれハラルドの口の中になんか入れろ。ハラルドの口の中になんか、あーアタック、あーまた待機をしてた。もう行くしかね。ほら前線が死ななきゃ大丈夫。いやちょっとダメだろ、ちょっとねじ込もう。やっぱり何が起こるかわからん。あタルクが持ってた、タルクが持ってた、やったぜ。いやータルクが一緒にいてくれてよかったよ、本当に心強い。やっぱりタルク100人乗っても。でもタルクって上のやつなんだよな、下のやつはオーガなんだよね。タルク&オーガなんだよね。なんだそのポーズ、全員に筋肉を見せびらかした。ゴールドラッシュいいねー、88、こりゃいい、こりゃいいぞ。おい、ブラックドラゴンを無視するなんてこいつなかなか根性座ってんな。うわデモンブレスだ、やめてくれー。あ、負の閃光だ。それならダメージは13。こりゃいい、全然いい全然いい全然いい。かすり傷、スリップダメージと変わんないよ。かすり傷とスリップダメージは意味が全然違うんだけど、まあでも言ってることはそういうことだ、言いたいことはそういうこと。おジェーンがどいてくれた、空気を読んだな。これこりゃ空気読んだぞ。ケイトのために開けてくれた。私に任せて。任せたわ。イエス。いいね。で。もう俺ここに立っちゃっていいや。で、アタック。アタック25。パパパ。25。ほら。馬車馬のように働かせるぞ俺は。いよいよ。さあこれでデーモンナイトを倒してくれるはず。いいね。バトルブレイズがいいっても、持ってくるな持ってくるな、家に置いてこい。アイスブレイク、往年の名作シリーズ、素晴らしいなマジで。足元を凍りつかせた、何の効果もないけどな。デザートストーン混乱するんじゃない、なんか状態異常する。わー、ついにそこが見えてしまったな。お前タロスより体力ないんじゃないか、さては。諦めな、もうお前に勝ち目はないよ。もう今さらデーモンプレスに目覚めたところで、そりゃ無理だ。デーモンプレス3回連続打たないと勝てないんだ、向こうの勝ち筋としては。よし、自分を回復だ。
これがいくつぐらい MP 回復するんだっけ。20ぐらい。あーいいね。オーラ一発打てれば勝ちよ。よーし、雷の陣、いいね。タルクの、タルクの大砲が火を吹く。いいよ。さあスピリテッド、攻撃力が上がったスピリテッドがダメージを与えて、ついに500を切った。いやー長かったな、シャイニングフォースシリーズ。とても長かったわ。サンダーブレス、いいよ。ブラックドラゴンも大活躍じゃないか。素晴らしい威力だ。そして誰も文句言わないよこれ。ウィンモンワンがロックすんないし、何言ってんだお前。いいダメージ、やっぱり強いな。さすがブルザム、ブルザム教の総帥だけある。まあだがしかしだよな、これはもうアタックの方がいいな。アタック、ここにアタック、ほい、さあ後衛の3人、いや4人か、後衛の4人もこれでコイルカップ。いいね。そして攻撃力が上がったケイトのスターダスト、最大火力94、いいわいいわ、こりゃ強いわ。フォースエッジ、かっこいい。ついに200を切った。キクロプスが、俺の出番だ。チェンジドラゴン、いやちょ感化されてるな、完全に完全に感化されてるこれ。いやー強い、いや強いんだよこれ、強いわ。なんかちょっと全然関係ないところで戦っちゃってるからさ。てかちょっと待って、なんで3回連続で撃ってきたんだけど本当に。あ、負の先行か。あれでもこれちょっとケイトやばくない、あれこれちょっとケイトやばいか。あ、ケイト、ケイト、ケイトまずい、危ねえ。こいつむちゃくちゃなターンで動いてくるな。しかし今、あ、あれいいのか、いやいやいや、もう使ったんだった。今倒せなかったのがこいつのもう本当に最大の失敗。まあでももうケイトのターンも回ってこないと思うけどな。やめて、死にかけたなケイト。頑張れケクロプス。来たーグラシア、ありがとう。やっぱりグラシア強かったよ。イノベーターとやらは本当の本当に強かった。今までありがとう。みんなの傷が治っていく。自動再生、あデーモンナイトも攻撃しちゃった。いやまあいいか、ナイスナイス。まあ、10秒はこういう空気読めないところあるけど、まあでもいい。下着泥棒10秒もう分かった分かった、もう分かった。いやじゃあ水捨てよ、もうもう好きにしてくれ、お前が好きなようにしてくれ。もう誰もお前を咎めるものはいない。
この戦いが終わったらお別れしよう。さあプロホンダツインウェーブ、さああと一発、あと一発だ。長かったー、マジでマジで長かった、本当にこのゲームはね、いやー俺を熱くさせたね。あー終わりだー、終わらせよう佐々木くん。やった、やった、第二形態があんのか。なんでもいいぞ俺はもう別に。佐々木君、千年間の長きにわたり育てた灰が全てを失っての完全な敗北だ。ヒュードルの死は生命力を失うこととそう考えるのは愚かだ。もう我が劣勢なる血筋のヒュードルになれば、あるいは人と同じ死も迎えよう。だが神聖ヒュードルはその鍵にあらず。ガルムのことか。ヒュードルの死ではないと。反問がえてもいいのよ。お前の祖先はなぜ千年前の戦いで私を破りながら倒すにいないのか。私を聖なる力の壁に封じながら、他に取るべき道がなかった。邪悪なる気を吸収することこそ我らヒュードルのエネルギーなんだ。それを補充し再度の戦いを期す、うん、また復活するって。確かに聖なる力の石、あれがあるなら私は千年の時を封じられよう。それを創造主がお作りならば。聖なる力の石とは。聖なる力の石を知らぬようだ。持ってきてはいないようだ。なるほど。あ、なんか振り向いちゃったけど、あ、これどういうこと。オブサーブやオーラルにあった聖なる力を放つでしょ。あれが、あれが聖なる力でした。なんかいろいろ教えてくれてるけど、いいのかこいつ。致命傷にならないそれ。ありったけ集められた聖なる力の石は私を封じる目的に作られていた。もはや地上に残るはごく少数だとか。うん、ブルザムを封じ込めていた石は一体どこに消えた。確かに私自身と我が配下の負の力が千年の時をかけ石を無効化した、無力化したのだ。この破片がそうか。まあ気になってはいたけどね。なるほど。伝説の演奏を実行させたんでしょ。なんでその答えが見つけなければこの戦いは何だったんでしょう。ブザの杖、あ、グー、なんだこれ。我々は大事なことを忘れていた。あの時ガルムが言っていたのではないか。ベセムの杖をと。ガルムがそんなこと言ったか。なぜ余計なことを。ガルム出てきそう。ガルム、ベセムの杖だ。私はベセムの杖をブルザ、イノベーター、お前は知らんだ。お前が今はベセムの杖で私に触れるは確かに私は、だがお前もただでは済まないかもしれません。しかしそれしかないのでしょう。グラシア、そうなのか。しかしグラシアは違うな。
彼はきっとそれ以外の方法を探す時間を作るため破ったブルザムを封印したのでしょう。いや、同じことは繰り返さないさ。我が祖先はきっと封印することではこの戦い決着がつかぬと悟ったのです。グラシア、これがシャイニング、本物のシャイニングフォースだな。うわー、みんな吹き飛んでる。関係のない人たちまで。おー、ループ遅かったな、随分。あららら、らみんな倒れていると。スタタタタ。まずは女の子からだよな。しっかりしめ、イザベラ。目を覚ましてくれ。死んでるはずだけどな、イザベラ。お兄様。胸すごいな、イザベラ。大丈夫か？普通、佐々木くん、翼殿。どうして？ポ？いや、ポテ。ポテ、君。みんな起き上がった。どうほど死んだか？ドンホート、おい、ドンホート、おい、ドンホート起こしてやってくれ、誰か。あ、来た。酔っ払ってただけだ。グラシア殿、ドンホートには一言もないんだ。グラシア、ブルザムは壁の何？壁画に封印されたってこと？それとも吹き飛んで粉みじんになってあそこにああいう形になったってこと？どっちにしても怖いわ。あ、ブルザム、ブルザムじゃない、これグラシア生きてる。生きてるぞ、グラシアが。終わったよ、全て。そうだ、起きれないのか。ええ、まあそうだろうな。そうだ、一番近かったもんな。佐々木、抱きかかえてやれ。きっと元気になるでしょ。何言ってんの。なんかそういう、あ、自己啓発的な。あれ、おかしい。杖がもう一度やってみます。あー、なるほど、杖の力がなくなっちゃったんじゃない、さっきまで。そういうことだね。あら、MP がなくなっちゃったってこと？普通の男の子に戻っちゃった？うん。ん？私の仮説が間違っていなければ、グラシア殿は力を失ったこと。あー、イノベーターの力を。ブルザムがいなくなったことによって、イノベーターも必要になくなったってことかな。いや、そんな問い詰めるほどのことか、これ。ヒュードルとイノベーターだか。そうか、ブルザムとイノベーターじゃないのか。でもヒュードルはまだこの世界にいるんじゃない？あいつも劣勢ヒュードルっつってたし。なるほど。いやー、グラシアもだから普通の男の子でしょ。そういうことでしょ。ひどいか？別にひどくはないんじゃない？戦わなくていい世の中になったんじゃないの？だってこれで。無力な存在にって、お前、町、お前、村に行ってこい、お前。ボコボコにされてこい、お前。無力な存在たちに。普通の少年になるとか。悪くないよな。
いや悪くないと思うよ。何このおつや。佐々木、え、誰、あ、あれか、あの子か。ジェイ、そう、すべてが終わったよ。ブルザム様だったものね。確かに姉さんもね。そんな悲しいこと言うなよ。俺たちがいるじゃないか。一緒に来いよ。一緒に来いって言ってやれよ、佐々木。誰？一番左の人。あ、カーン。あ、マスキリン。グレイス。あ、エルダーにゼロ。ジェーンが南の世界へ向かうのを拒み、邪神宮の向こうにあるグリーフ地方へ、ブルザムの村に行く決意、彼女について旅立つことです。まあそうだな、一緒に行こうじゃねえ、一緒に行こうだな。なるほどな、佐々木は男だな。ついてこいよりも一生ついてってやるよの方がなんか結構いいかもな。今度使ってみよう。誰に。おお、二大魔法使いが並んでるぞ。これからベアソイルまでの船旅、みんなを乗せると乗員オーバーになる。船を整備してるっていう。新テスもやっぱりすげえ強かったな。お、降るぞ。おお、ナッパ。いや、ダビデね。分かってる分かってる。なんかちょっとボディービルダーの格好してたのしかちょっと今頭に浮かばなかった。戻らなくていいだろう別に。なんで？まあそっか。そうか、佐々木の戦いはまだこれからも続くんだもんな。結局ガルムを倒しきれてないから。でもガルムを倒すためにはまたグラシアみたいに犠牲が必要になるってことだもんね。単純な純粋薬ではない気がするよな、ガルムは。なるほど。このままグラシアとガルムを戦わせるというか、グラシアがガルムと戦うとガルムがこの世から消えてしまう可能性があったんだ。だからブルザムと戦わせてグラシアの力を奪ったと。なるほど、それはとてもとてもわかる気がする。おお、三大魔法使いが揃ったな。
なんかあんのかい。まだ集まってるな、ごぜ。キーパー殿。うん、おお、なんかキーパー別にそんなに重要なキャラクターだとは思わなかったけど、まあポット出て、いや変わんないさ、佐々木は一度行ったら変わんないだろ。まあまあまあ、佐々木の、なぜか私には、ああ、尊敬する者に付き従う者としてなのか、うん、まあ人に付き従う者としての、うん、寄り添う者の気持ちだな。ああ、やっぱりこれはキャンベルもわかるか。またいずれあるよ。ああもちろんだよ、もちろん。また会おう。そうだな。いいとこ取ろうとすんな、こいつは相変わらず。またな、またどこかでゾンビでも狩ろうや。お別れか、もうお別れか。行ってしまったな。よし、よいしょ。セーブはできないか。まあセーブしても同じだもんな。ようじゃん。もちろん。ブルザム山脈の北の地域グリーフはブルザム教の能力者を鍛えるための過酷な環境を揃ってるでしょ。へえ、じゃあみんなそこで鍛えてから来るわけ。ん、競技を刷り込まれるのは能力が開花された後の写真から。へえ、写真から。危険なものはほとんど言いますか。ああそうだ、そこで鍛えてる人たちは別に悪の道に行こうと思って鍛えてるわけじゃないってことね。はいはい、よかった。まあ、平和な旅になればいいけど。うん。ありがとう。シェイパーだっけ？キーパーだ。全然思い出さなかった。
終わりました。終わりました。終わった。あ、歴代のオープニングじゃないか。シャイニーホースシナリオ1のオープニングだ。王都の巨人、橋の上で翼とループが、おお、これはループさんのやつだね。あ、違う、これまだ翼くんのやつじゃん。あ、てかオープニングを見せてくれてんのか、そのまま。ありがてえな、ダンタレス。ダンタレスいい男なのにな。いやー、終わったマジで。疲れたー。なんかね、ゲーム全体を通して言うと、とてもさっくりしてたなっていうのが印象。うん。なんでそんな印象なんだろうな。シャイニングフォース1や2に比べると、まあもちろんプレイ時間は長かったけど、まあなんて言うんだろう、シンプルなストーリーというか、でもなんかその一本の映画を見たみたいな、そういう表現には絶対にはならないかな。ものすごい、ものすごい楽しかった、楽しかった、楽しかったわ。で、まあやっぱりこれは言わないといけないことだと思うんですけど、今まで、まあこのシャイニングフォースシリーズ、もう長きにわたってシャイニングフォース1から1、2、3、シナリオ1、2、3ですね、見ていただいた方、まあね、いるんですよ。見ていただいた方々がいるんですよ。まあコメントをしていただいた方ではないんですね、そういうの、そういう方って。なんか別にこうコメントをするでもなく、なんかとにかくずっと追って見てくれてる人たちがいて、いやー、やっぱりね、もちろんコメントをしていただいた方々も本当にありがたいです。てかこうコメントは本当直接僕の力になるので、まあ嬉しいしありがたいし、でもそれ以上にやっぱこう、それ以上にって言い方するとあれなんだけど、それと同じぐらいこの動画を見続けて応援し続けてくれてた人たちがいて、やっぱね、頑張んなきゃなと思ったし、いや、てか頑張る必要もなかった、それぐらい面白かったから。でもやり続けたいなって思えたのはやっぱそういう人たちがいて、そういう人たちと一緒にこう一つのゲーム、一つのシナリオを見ていく。でその人たちは多分このゲームをやったことがある人たちなんだよ。だからその人たちにとっては思い出を、まあそこまでは言わないかもしれないけど、まあでもそうかな、自分はこうだったなとかこう照らし合わせながら見ていってくれたんだと思う。それに比べると俺のプレイは雑でさ、まあなんかちょっと物足りない部分もあったかもしれないですけど、まあそれでも一緒に一つのゲームをここまで長くやってこれたっていうのは僕にとってはいい経験ですね。僕は10年ぐらい実況プレイ動画やってるんですよ。まあ9年です。今年の12月ですね、まだまだ先ですけど、今年の12月に10周年になるんですね、実況プレイ動画が。こんなに長いシリーズものはやったことがないかもしれない。いや、てかないです、ないですね、ないです、ないです。長くなりそうだなっていうゲームはやってたけど途中でやめちゃったりしたりしたし、でもやっぱりこうナンバリング通してずっとやるってことはこれが初めてで、いやー、
よかったわ。とりあえず完走できてよかった。まあちょっとこのエンディングの後に少しだけおまけがありますので、そちらを見ていただく形かな。あーてかあれかな、多分またあるのかな、シャイニングフォースシリーズ2ぐらいからエンディング後に待ってるとおまけ戦闘ができたりしたから、今回ももしかしたらあるかもしれない。やだなやだなとしか思わないけど、まあそれはそれとして、あとはもうエンディング見ますか。もう言うことはないわ。まあとにかくありがとうございました。またどっかの動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。
まず記録をしてね。はい。なぜ？なぜ記録をさせるんだ？こんなことをしたらもう一回最後の戦闘ができないじゃないか。また寝たんこいつ。ああ、よかった。さすがに寝てるじゃ許されない。うわ、なんじゃ。悪夢か。悪夢、このいたずら者め。うん、なんかあるだろう他に。ああ、悪のことかの。あれ、また話す機会もあることじゃん。医者上がってたのね。今度ばかりは世界の危機を放っておけないと。世界はじゃあ決まってた。うん、いや、どうだろうな、それ。また寝てんの、こいつ。死んだんじゃねえか、こいつ。大丈夫か。まあ、いいか。シャーガッツ様には私から目覚めとき言ってくる。うん、ありがとう。うん。またな。おお、なにこれ。どういうこと？どういうこと？やるものね、ガルム。何がだ。とぼけないで。目障りなブルザムを消すため、エンリッチの少年を運命のレールに乗せ、遠征軍に援助までしたわね。そうだとしたらどうだというのだ。あなたこそ最強最悪のヒュードルの中のヒュードルだわ。